前人未到の地にそびえ立つ世界樹。目的はただ一つ、世界樹の真実を解き明かし、富と名誉をつかむこと。冒険への第一歩は、共にする仲間を募るところから始まる。物理攻撃に長けるソードマン、属性攻撃のエキスパートルーンマスター、相手を弱らせとどめを刺すナイトシーカーなど、それぞれに特性を持つ職業から最大5人までのパーティーを編成。世界樹までの道のりに地図はない。全ては自らの足で探索し、地図に書き記してゆく。幾度となく挑む迷宮の地図が、冒険者にとっての命綱となる。フィールドには大きく2種類の敵が存在する。目に見える敵と見えない敵。中でも見える敵はパーティーを一瞬のうちに全滅に追い込む容赦のない破壊力を持っている。力に自信があるならば正面から戦いに挑むのもいいだろう。しかし敵の動きを読み冷静に回避することも賢い選択の一つといえる。冒険者は迷宮に足を踏み入れるうちに様々な素材を入手していく。素材はお店に売ることで新たな武器や防具が入荷されるようになる。さらに仲間のスキルを振り分けて新たな技を習得させるなど、それぞれの迷宮に適したパーティーで挑むことが世界樹へ近づく鍵となる。世界樹の迷宮4、伝承の巨人。本作では初心者でも気軽に楽しめるカジュアルモードを搭載しています。モードの切り替えはプレイ中でも可能です。